部屋さこです。こんにちは。こんにちは。初めまして。初めまして。よろしくお願いします。エミリーさんです。はい、じゃあエミリーね。よろしくお願いします。すみません。びしょびしょの部屋ありますけど。下手くそか。ヒカルくんがね、はい、来てましたよね。はい、ヒカルさんに来ていただいて。はい、それでちらっと見たんですけど、実際に見ると、はい、えげつないですね。ドアを、エミリーのドアをも、やったエミリーのドアも、ワンちゃんいますね。ワンちゃん可愛いね。こんにちは。センスいいですね。なんかその、ソファーの大きさがいいですね。なんかあのほら、ごちゃっとしがちじゃないですか。なんかお金持ちのお家とかって全部色違うんですね。すごいですね。可愛い。可愛い。座っちゃっていいですか。心地のいい弾力。あ、そうですね。寝れます。いくらでも寝れますもんね。ロシボボはね、1000万ぐらい。1000万ソファで、おばあちゃんがガリガリしてます。マジで、お前ワンちゃんにガリガリしてますよ。ワンちゃん何してロシボボやで。1000万ガリガリ。ミッションインポッシブルでね、あのトム・クルーズがこうやってシャッと入っていく。そうでしょ。そうですね。これ、はい、おいくらぐらいつけるんですか。これあのカッシーナで。カッシーナ聞いたことある。400万。4円ぐらいですか。カッシーナや。あれやったらお前、あの新体操の技ちゃうぞ。鉄棒の技ちゃう。鉄棒の技のカッシーナちゃうぞ。あれもカッシーナや。そういうのあるんですか。あるんですか。これ A ですか。A そうです。これあのダミアンハーストさんってコピーなんですけど、はい、結構人気でして。コピーでいくらするんですか。コピーで250円。何いくらするんですか。奥と奥とか奥庭とか行ってなんかバッてバッサンやったらできんじゃん。絶対怒られますよ。えっ、ルイの糸の箱を運ぶ、ね、何だと思います。使ってない。使ってない。これ面白いんですよ。シャンパン入れなんですよ。そうなんですね。そうなんです。シャンパンを入れるためだけのもの。そうなんですよ。何のために、何のためにシャンパン入れますか。なんかランチ会とかディナーとかした時にラッシュ会。これ何入ってると思う。シャンパンでしたって。やろう思って。すごいな。今みたいにはやらない。ここに入れたらよりなんか美味しく感じる気はしますよ。今宮坂さんの開け方すどうやってもやらないです。やりましょうよ。みんな来て来て来て。これビートの何やと、何入ってると思う。時計違う違う、僕はシャンパンでしたって。やらない。めっちゃ受けてます。楽しい。こっちは何なんですか。これはあのお花を入れる。お花を飾るやつです。水入れてそのお花を入れて、あの成果をこうなんかこう飾る、自分で飾る。テーブルコーディネートみたいな形でお花を置いて、お食事。2回できますやん。こっちでシャンパンでした。はいはい、こっち。はい、集合。こっち行っちゃうでしょ。何やと思う。ね、何やと、何入ってると思う。なんか、なんか指輪とか違います。こっちお花でした。で、ほら、成果水入ってるからね。なるほど。2回行けますよ。もうランチパーティーの時はもう蓋割れ取れますわ。よかったよかった。行った時のスタバで買ったお土産なんですけど、各地のニューヨークとか来てたら大阪の持ってきたのに。あ、大阪ね、あんねん。東京あるけど大阪ない。大阪とか違う。そうなんじゃん。ドバイとかや。言い方があんねん。これな、どこやと思う。わかんない。これはドバイ。で大阪の時にこう言うてるせる。これどこやと思う。わからん。大阪でんねん。これ大阪でんねん。なんでやねん言ってね。ね、よう受けてくれるわ。今日は楽しそうだな、ね、宮坂さん。うわ、綺麗なキッチン。うわー、うわー。とか、後から遅れてきた人とかおったりとかしたら、閉めて、さっきの、さっきのあれ閉めて、閉めて、トマル君と知らんから閉めて言って、閉めてもうって来た子に回して、こっちおいで、これに入ってると思う。また行けますよ。わ、楽しいな。めちゃめちゃ調子いいですよ。面白いです。練習しようよ。身につけたいです。あ、ぜひぜひ。これ今日日本でそんなコロナに。ほんまやな。ちゃんと自己紹介してませんでしたね。そう、普段はバニーガールの格好で働いている千尋と申します。千尋ちゃん、ナイトクイーンコンテストでグランプリを受賞されて、はい、であの
何かこの一緒に動画に出るっていう権利はがあったんで、どうしようかなと思った時に、あの目指すべき場所と人に合わせてあげようかなと思って、いろいろお話を聞いて、ね、聞いてもらおうかなと思って、はい、せっかくやからさ、はい、トークする時あの衣装着ていただいて、あ、いいんですか、見たいです、何があるの、いや、普段働いてらっしゃる格好でいろいろお話聞きましょう、はい、やっぱちひろちゃんにはいつも働いてる格好になってもらいました、こちらです、ドーン、すごいね、キラキラで参りました、すごい、キラキラよりもハイのレグがすごい後ろ、あらちょっと、かわいい、ちょっと、あらら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 、すごい、もうあの相撲の土俵際でこう釣り上げられてる時の食い込みですよ土俵際じゃないです、この後のトークの様子は宮迫チャンネル本編でご視聴ください、ご視聴ありがとうございました、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。